トイマイナス700は、カジキザの方向に約100光年離れた位置にある恒星である。トイ700と表記されることもある。周囲を3つの太陽系外惑星が公転していることが知られている。トイマイナス700は、太陽の約4割の質量と半径を持つ、典型的な赤色矮星であり、スペクトル分類は M1V 型から M3V 型の間とされている。高度は、 太陽の2.3%しかない。形成されてから少なくとも15億年が経過していると見られている。11ヶ月間に及ぶ観測では、トイマイナ -700 の表面でフレアなどの活発な構成活動は確認されていない。当初、トイマイナ -700 は実際よりもはるかに高温の構成であると考えられていたが、後にその観測データが誤りであることが判明している。 トイ -700 という名称のトイは太陽系外惑星探索衛星であるテスの観測により惑星が存在する可能性が示された天体がリストアップされるカタログを意味しドップラー分光法や直接観測法といった他の観測方法による追加観測が実施される対象となるトイ -700 は他にも t i c 1億5042万8135や、ニマス J06282325 から653万4456とも呼ばれ、またガイア計画の観測対象でもあったことから、ガイア DR2528 計4517兆7666億1549万2736という名称も与えられている。 トイマイナ -700D の創造図メディアを再生するトイマイナ -700 の動画2020年1月トイナ -700 の周囲を3つの太陽系外惑星が好転していることが太陽系外惑星探索衛星テスによるトランジット法での観測データから判明したと発表された。これらの惑星はいずれも超積固定を受けて時点と公転の同期が発生していると考えられている。 このうち最も外側を交転している惑星といマイナス 700D は地球の約1.2倍の大きさを持つ岩石惑星とされ水が液体の形態で存在できる領域であるハビタブルゾーン内を交転しているとされている。テスがハビタブルゾーン内を交転している地球規模の惑星を発見したのはこれが初めてである。 残る二つの惑星のうち、最も内側を交点している、トイマイナス 700B は、地球とほぼ同じ大きさを持つ、岩石惑星、その一つ外側を交点している、トイマイナス 700C は、地球と海洋星の中間の規模を持つ、ガス惑星である、可能性が高い。この二つの惑星は最も外側の惑星 D よりも、 急速に形成されたされたことにより多くのガスを大気としてまとっている可能性があるが一番外側の惑星 D はゆっくりと形成されたためそれほど大量のガスを大気としてまとわなかったと考えられている。また真ん中にある惑星 C だけ他の2つより規模が大きいことからこの惑星系で長期的な惑星移動が発生した可能性が示されている。 これらの惑星の発見はハワイのホノルルで行われたアメリカ天文学会第235回会合で発表された。ありがとうございます。